はい、白クマゲームの白クマです。実はですね、白クマ以前から楽しんでたシミュレーションゲームでモータースポーツマネージャーというゲームがありました。このゲームは、まあ、ヨーロッパのセガが販売している、シミュレーションゲームなんですけれども、レーシングチームのですね、オーナーというよりは監督、マネージャーになってですね、スポンサーからお金を調達してスタッフを雇って、デザイナーを雇って車を作って、で雇ったドライバーに、レースで走らせて、で順位を上げてまた新しいスポンサーを取ってとして、カテゴリーをどんどん上げていくというですね、小さいレーシングチームを、運営していって、ゆくゆくは、F1 のトップチームを目指すと、 F1 で勝利を目指すと、そういったシミュレーションができるですねレーシングゲームが、結構古くからあるんですけども、実は白熊、かなり前からですねこのゲームやってました、やってたんですが、実はですねこの間、パソコンのですね、CPU とマザーボードを入れ替え、年末に行ったんですけれども、その際にですね Steam のバックアップ、なぜかこのモータースポーツマネージャーだけがオンラインセーブをしていなかったみたいで、ローカルのデータ全部消えてしまって、何年か前のここな過去何年間か遊んでたねゲームデータが全部消えてしまったっていうことが起きましてですね、でもう一回最初からやろうかなやらないかなって、実はですねこのモータースポーツマネージャーというゲームは、まあ、もともと英語版でヨーロッパでしか販売されてない、ヨーロッパ海外でしか販売されていないセガ製のゲームなんですけれども、フル英語版で、まあほとんど文字ベースの、数字とデータと、まあ、簡単なグラフィックでレースをやってっていうような、あ、まあ昔ながらのシミュレーションゲームなんですけれども、最近ですね F12022 とか23とか、ああいう F1 シリーズ、プレステ5とかで、ね、Xbox とか、パソコン版でもあるんですけど、あのもうグリグリのね、美麗なグラフィックを用いたねレースシミュレーションゲーム、もうシミュレーターみたいなねレーシングゲーム、実際に車を操縦してっていうゲームがあるんですけども、そのシリーズの中で、F1 チームマネージャーだったかな、っていうね同じ超美麗なグラフィックを使って、まあ、ほぼほぼ中身はモータースポーツマネージャーと一緒っていうねシミュレーションゲームがあって、で、まあ、データ飛んじゃった時に新しいその最新の方でやろうか、それとも昔ながらの方でやろうか、もう一回やってみようか、どうしようかなって悩んだんですけど、もう一回フリー方のゲームでね、もう一回最初から始めてみようっていうふうに思い立ったもんですから、でこれはまあ YouTube でね、動画でね、少しずつね、まあライブをしたり動画になったりする場合あると思うんですけども、実際モータースポーツマネージャー遊ぶ際には録画するなり配信するなりしながら少しずつ遊んでいこうというふうに思いまして、もう一回、このゲームをやっていこうというふうに思いました。なので、これからですね少しずつ動画の方を上げていきたいなと思いますので、お付き合いの方よろしくお願いいたします。でですね、実際に、どういったゲーム画面なのかというと、こういう画面になるんですけど、セガって書いてますね、右上に。で、これ完全英語版のゲームなんですけれども、日本人の有志の方がかなり古くから日本語版のモッドを作ってくれております。でそのモッドを導入して日本語化に成功しております。なので、日本語版でね遊んでいくことができます。で、またこの上にね、左上にファイヤーファンタジー21って書いてるんですけど、これはまあ通常のね、シリーズ、まあ純正のねこのゲームで
適用しているね、ゲーム以外の、まあ過去のね登場してくるチームとかドライバーとかがリアルだったり、過去の名選手だったり、過去の名チームだったり、伝説のチームだったり、もう亡くなってしまったメーカーだったりっていうのがもういろいろごちゃ混ぜになってね、ファンタジーを持ってこのレーシングチームゲームができるような感じの、もうすごい大人気の海外のモッドを導入しています。なのでちょっとまあ今の普通のいわゆるリアルなレース、レーシングチームとの戦いというよりはもう楽しいね、ファンタジーなねゲームが遊べるんじゃないかなというふうに思って、これも以前ねやってた時に、このモッドを導入して遊んでたんですけども、今回も同じモッドを使ってね遊んでいきたいなというふうに思います。まあどういったことなのかって言葉で説明するのは難しいので、まあ実際進めていけば、ああこういうことなのかって見てる方も分かっていただけると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、新しいキャリアを始めていきたいと思います。はい、で、まあいろいろ始まるんですけど、新しいねこれですね、導入されているモッドはファイヤーファンタジー22と21で、21を今回起動させています。でゲームオプションチュートリアル付きでキャリアスタート、これはチュートシングルシーターカテゴリーのみということで、これですねフォーミュラカーのみということで、はい、まあショートでいいのかな、ミディアムでいいのかな、ショートでいきますか。はい、話長いんでねレースの場合ですね、これでいきましょう。で続ける、あ、データベースが重複しています。どういうことだ、そういうことか、これ2つともアクティブになってんだ、こうしないと、これだ、続ける、よし、はい、でじゃああなたの名前を入れてくださいってことなので、しろくま、違うな、名前は名前何にしようかな、ファはい、ファじゃないよ、しろくま、白クマファーファ、誕生日は何にしようかな、じゃあちょうどキリよく2000年にしますか。まあ2000年、はい、2000年の1月1日生まれで、戸籍はアジアです、日本人です。あれ、ジャパンないじゃん、 JJJJJJ、 上から行くのかい、ジャパン、ファーファ白熊、バックストーリーは元ドライバー、成長率を良くします、元エンジニア、パーツ設計期間マイナス2日、あこれ大きいな、金融関連支払いマイナス 7%、 うわ政治家、毎シーズンプラス投票権、投票権は無料、うわいやどうしよう、パーツの設計、いやだから7、これでかいな、支払い 7%、 これでいこう、あ男性、肌の色白白、ヘアスタイル、マジか、どれがいいですかね、
これじゃね？僕ねメガネしてるんで、メガネありにしますね。どれがいいかな、ヒゲなくていいんだけど、こんな感じしときますか。よし、これで自動生成って言ったらまたこれで消えちゃうんでしょ。続ける。はい、来た。チームの選択、フリーでしょ、チーム作るでしょ。GT は作れない。最強は作れる。F1、F2、F3 でしょ。F3 から行きましょうよ。よし、じゃあ F3 で行きましょう。 F3 から上を狙っていきますよ。ドライバーエイジ16から21、16から24、18から37、続ける。きた。まあこんな感じでね、チーム作っていけるんですよ、はい。おかっけえ、ファーファレーシング。色がなんだこれ、アルファロメオみたいな昔の色だな。どうしよう。レイバン。チーム名称。ファーファ。ファーファレーシング本拠地は日本です。いやー、もうスーパーグリ以来の日本のチームですよ。ロゴデザインやべ、かっけえ。どれにしようか。ハーファーこの色でしょね。セカンドカラーは白で、シルクマなんだ。違うか、メインカラーが白か。似てる。これをコピーして、メインカラー白です。でセカンドカラーがこの色です。そうです、チームユニフォーム、シャツ。でも斜めになって白なんだ。セカンドカラーがスカイブルーの、そう。帽子は、ダセーな。ダセーな。シャツはあ、引っ越し屋さんみたいになっちゃった。これかな。よし、
して車のカラーリングデザインも、お、メインカラーは白ですってば。適用セカンドカラーはこれですってば。適用サードカラー、サードカラー、サードカラーの中あんの、トリムカラー、どうしようか。うわーかっこいいな。メインカラーがこれか、もしかしてセカンドカラーが白か。違うな。そうだな、やっぱりサンドカラーはライトスポンサースポンサーいいでしょ。ライトスポンサーかっこいい。まあいいや、こんな感じかな。ちょっとダサいけどカラーリング、なんか貧乏チームっぽくなってきたな。おお、かっこよくない。そうか、これで見ればいいのか。こっちをこうする。よし、なんか出せ。これだ、これでいいじゃん。これかっこいいよ。いいじゃないですか。じゃあこれでいきます。よし、イエス。さあ投資のご案内。これらの銀行は僕のチームに資金を提供することに関心があると。スポンサーですね、フレックス N ゲート、プレッシャーロー、3スターシャーシーと 40% のボーナス、市場価値へとヘリパッドが建設済み、25ミリオンの予算、ライリーテクノロジーはアメリカのレースコンストラクター。え、違うな。フレックス N ゲートはパキスタン系アメリカ人の億万長者実業家、 NFLジャガーズ、イングランドフットボールリーグのフラム、そしてプロレスプロモーションの AEW のオーナーでもあります。マジか、プレッシャーロー。ライリーテクノロジーはレースコントラクター、レースコンストラクター、アメリカのレース屋さんなんだ。予算が10ミリオン低いのと、ボーナス市場価値、ライドヘリ、ライドハンドリング、ハンドリング設備か、建設施設が建設済み。マジか。SMP レーシング、ロシアの SMP 銀行、
ロードカーファクトリー、うわーマジか、市販車作れるんだ。ツースターシャーシー、全然ダメじゃん。ランドは、ツースター5ミリオン、バルトは、バルトはワンスターシャーシー、よし。いやー、ハンドリング設備、ヘリパッド、ヘリパッド、ヘリパッドいらねえ。けど金ある方がいいでしょう。これでお願いします。フレックス N ゲートの資金を受けることにしました。かっこいいファーファレーシング。ってことでね、ようやく今チームが立ち上がりました。はい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 、次は確かスタッフとかなんかな、保存してますね、自動セーブ。これねちょっと古くからの PC ゲームなんでね。はいはいはい、来ましたよ。もうねデザイナー探さなきゃいけないんだ。でどんなチームかちょっと調べね、調べてみましょう。今シーズン F3 を戦うチームいきますよ。まずはファーファレーシング、はい、オーナーはね、さっき契約したカーンさんですね。でチーム代表は白熊、私白熊です。でドライバーがポーグ、アプト、これシルビカ、なんだこれ、こんなドライバーだった今さっき。15歳14歳、うわーちょっとね、リードデザイナーもちょっと全然レースメカニックもちょっといまいちだな。これちょっと改善の余地がありますね。はい、次がライバルのチームを見ていきましょうか。フォードチップガナッシュレーシング、これはもうあれじゃないですか、インディレースの U じゃないですか、チップガナッシュさん。はいはいはい、まあまあドライバーとかはだけどデザイナーとかメカニックとかやばいね。うわこのヘッドクォーターとかメカニックとかもやばいね、全然レベルが違う。へえ、次がジャガーレーシング、こうかジャガーレーシング、なんかドライバー乗っちゃうな。はいはいはい、かっこいい紫色で、まあまあ平均点だね、すごい。次がシムテック、シムテックは昔の F1 チームですよ、幻の F1 チームと言われてたような、モズレーさんがねやってますね、ニック・フォース、へえ、ニック・フォースがチーム代表、これ実在の人物です。確かどっかのチームのメカニックだったかなんかエンジニアやってるはずです。全然レベルが違うな、ファーファレーシングと。その次がマヒンドラレーシング、これは、ま、マヒンドラはインドの会社だけど、インドの実在のレーシングチームですね、まあ、マヒンドラっていう車屋さんの、はいはいはい、車は弱いけどまあ設備はいいよっていうことですね。うわデザイナーとかすごいな、これから伸びるチームですね、マヒンドラ。確かフォーミュラー E 電気自動車でチャンピオン取ってたはずですね、取ってなかったっけかな、だけどまあ参戦してますよね。わ HRT
HRT ですよ。今のなんだろう、今の F1 チームの前身なんだろうな、何かの前身ですね。 HRT、新興チームで1年か2年でなくなっちゃったんですけどね、今そのチームを買い取って何か別のチームになって、確か何だったかな、なんかなってますね HRT。 やっぱ設備とか元 F1 チームだけあってすげえな。ヒスパニアレーシングチーム、その次がゲイリー・ボルボ、これアメリカのトラックレースとかに出てるようなね、ボルボブランドでね、ゲイリーっていうチームがボルボっていうバッジのエンジンを積んで走ってるって感じかな。チームは中国のチームですね。すごいな、これも実在のチームですよ。っていうことでファンタジーっていうのはこういう感じで、実在のチームがいろんなカテゴリーでこう古いチーム、新しいチーム、いろんなチームがあるんですよね。プジョースポーツ、チームペンスキーね、ホンダレーシングもありますよこれ。HRT ですよ。ホンダレーシング。はいはいはい。ラッキーストライク。はいはいはい。8号さんが、もう確か、社長さんじゃなくなっちゃったような気がする。山本さんもいますね。F3、やばいじゃん。結構強いチームばっかりじゃない。ホンダがあって、ヒスパニアがあって、プジョーがあって、ジャガーがあって、ロータスもあるんだ。ロータス、チームロータス。うわー、やばいじゃん。ザウアーもありますよ。はいはい。やばいね、ペーター・ザウバーさん。まあこんな感じで、実在のチームとね、こんだけの、12チーム24台の車、24人のドライバーで、レースを戦っていくというゲームです。ってことでまずはね、チームの立ち上げまで、ご紹介させていただきましたけども、まあこれからデザイナーを雇ったり、まあドライバー、この今いるドライバーで走らせるのか、新しいドライバー使うのか、なんせ次のレースまで24日間しかないですから、まあその辺でね、ちょっといろいろ考えながら進めていきたいと思います。なので今回はひとまずここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また続きも見てみてくださいね。次で多分レース入っていけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。じゃあ長くなりましたけど、チーム立ち上げ編ということで、白熊ゲームの白熊でした。ファーファレーシングよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。